こんばんは、peoplegetready の田尻です。この放送は YouTube を通してお送りしております。熊本にあります古着屋 peoplegetready のオーナー田尻が YouTube 動画内だけでお伝えできないちょっとディープな古着屋さんの裏話や聞いていただいている皆様にだけこっそりご紹介するおすすめ情報など軽快なおしゃべりとともにお送りする1時間ちょっとの番組でございます。どうぞ今夜も最後までごゆっくりお付き合いくださいませ。 それでは始めていきます People Get Ready の耳寄りな日曜日 改めましてこんばんばははののでですすいいやー今年の冬は暖かいですね、えー、雪が降ったのもね熊本市内では多分1回か2回なんですがまあやっぱりそれも積もるとかじゃなくてこうパッとねふぶいた程度でしたからやっぱりこう1年に1回ぐらいはこうねカーテンを開いたらうわっ真っ白になってるよみたいな感じでこうテンションがね上がるようなそんなこう冬らしい景色をね見たいなと思うんですけど。 まあ過ごしやすいという意味ではやっぱりありがたいんですけどやっぱりこうねやっぱ洋服屋さんにとってこう冬がこんだけ暖かいっていうのはこうねやっぱりこうアウターが売れないですからやっぱりちょっとこうしんどいなーっていうのは皆さん同じ洋服屋さんのみんなは同じ気持ちだと思うんですけど田中さん <laughs> ちょっと武田さん今あのワンタ,イワン,ターンというかちょっとタイミング遅かったね。<laughs> ああ ちょっともう茶番が限界に来てたねい。いや <laughs> <laughs> 一人パーソナリティ風のですね。ちょっとね。<せ><せ>初めて聞く人はちょっと驚いてる感じです。はい、<laughs> その、だから <laughs>。やっぱ初めて聞く人もさ、やっぱりいるわけじゃない。うん、だからちょっと説明をちゃんと毎回しないとね、親切じゃないなと思ってたわけよ。だからこう、うね、耳寄りな日曜日っていうのは何なんだろうっていうのをね、うん、<laughs> 一回ちゃんと説明を挟ませてもらったわけなんですけど、<laughs> はい。皆様あの、大変ね、ちょっとこう、今日何が起こってんのって感じでね、始ま、始まって戸惑ってる人いるかと思います。<laughs> えー、うん、people get ready のタジです。竹ザウルスです。<laughs> えー、今日はね、竹ザウルスの声がちょっとこうね、遠くから聞こえてるかなと思うんですけど、ええー、はい、実を言いますとね、流れで説明をしていきましょう。 えー、私があの年始からなんか喉がね、ちょっとこう枯れてというか、ちょっと体調崩して、あのー、なんだっけ、コスモス薬局でね、合法ドラッグを買ってきましたみたいなネタが2週ぐらい続いてたと思うんですけど、なんとこの前、宮友さんとの収録が終わった、はい、もう次の日の夜ぐらいかな、体調がまた悪くなりまして、うん、で、<ら> 1>, 1日だけね、パッと実は熱が出たんですよ、朝から。あら。あらで、 ああ、熱出ちゃったなと思って、もうお店はちょっと閉めるしかないかと思ってお休みしまして。<ー>で、まあ、まあ疲れがね、出たのかなぐらいの感じで、夕方には熱も一回引いたので <laughs> あ、まあ本当にこれはちょっと疲れが出ただけだと思ってたんですけど、またね、次の日もまた熱がこう上がってきちゃったわけですよ。はいはい、でもうさすがにちょっとこんだけ上がったら良くないと思って病院に行きましたら、 インフルエンザ B 型ですと<ー>普通に診断を受けてしまいましてで4日間、5日間お店も,、まあ、もう臨時休業する形になったわけですよ。で、もう、はい、今日からもうは発熱からもう6日目に入ってますのでお店も、ね、開けさせていただいたんですけど。 もう大丈夫かなというところで。はい、ただね、竹ざウルスが、えー、ラジオに来てくれて、こう、面と向かって1時間ちょっとね、話をするっていうのは、ちょっと万が一があったら自分の中でも嫌だなと思いましたので、はあはい。今日は竹ざウルスになんと、電話で、えー、登場していただいております。<laughs> 初、初ですね。<laughs> 初です。 えー、一瞬はありましたけど。そうそう。あの、ね、単独と,とかとね、<は>お互いこっちからかけたり、あのね、単独にかけたり、竹ざウスにかけたりっていうのは、ちょこちょこあったと思うんですけど、えー、はい、フルを電話で、えー、挑むっていうのは今回初めての。いやいや、ですよ。だから、竹ざウスのね、今、スピーカーにつないで、あのー、俺がサブチャンネルとかでも使ってる。そうなんですね。はい、ヤマハの、えー、モニタースピーカーから竹ざウスの声を出しながら、<laughs> はい、より大きく聞こえて。そうなんですよ。私の目の前には今、ちょっと大きめのスピーカーが座ってるというかですね。<laughs> <laughs> はい。で、竹井さん、そうどこからおしゃべりしてるんですっけなんか車の中で、なるべく静かに。だからね、ちょっと奥様からもちょっと恥ずかしいというかね、<れ>ちょっとね、そうですね生活音が収録、うん、生活音が聞こえるのは良くないかなというところでね、<れ>車の中で一人、 はい、逆に怪しまれないですかなんかずっと長話してるおっさんがいるぞって感じで。あ,あの人家に帰りづらいんだなと思って。<laughs> なんかあ,あるかもしれないよね。一回家にはついてるんだけど、<laughs> 家に上がらずに車の中に。ずっと家におらずばいまあまあちょっと寒、寒くない大丈夫いやいや、もう熊本はまだ今日は暖かいんで。まあそうだね。俺がさっき言ってた通り、うん、本当にね、暖かいんだよね。<laughs> もう本当にぽっかぽかな冬ですよね。1月半ば過ぎてもね。ただ悲しいことに、あの、はい、もう東京には花粉が、えもう始まってるみたいで、あったかいからか。もうそういう春の気配が、はい、竹原さんは、僕のラジオ収録で、毎回ラジオ収録で、あの、くしゃみと鼻水が止まらなくなっちゃうんで。ああ<ー>、<laughs> そっかそっか。対策しないといけないなと、もう戦々恐々としてます。あー タント君も去年相当きついっていう話してたもんね、うん、なんかね。そうなんですよ。うん、あったかいとったら余計まずいんじゃないかなと思ってますけど。なんか春が来る嬉しさよりも、うん、うわ、嫌な季節が来たのが多いんですよね。そっちの憂鬱が。ね、鬱がうん。まあ、それはもう日本の国民病って言われてるもんね。うん。ですね。うん、なんかゆくゆくはなくなるって言われてましたよね。そのね。 めちゃめちゃ先でしょそれ確かにね。<laughs> 木を植え替えがるう、はい、そうそう。だからもう諦めた方がいいよっていう話をね。うん、<laughs> <laughs> とんでもないよね。植林してその、ね、それが人間が植えた木の花粉で人間が苦しんでるってね。うん、すごいよね。うんうん、やっぱ予測できないことって起こるんだよね。うん、だって木を植えてる人はだってこれでね、自然破壊から少しでもこう回復して、 ね、例えば紙とかを作るね、資材として有効に使えると思ってみんな木を植えたのに、それがまさかね、あいつらが木植えたせいで、ね、俺の鼻水が止まんねえじゃねえかって言われるなんてね。<laughs> だから、ね。夜眠れじゃねえかと思ってます。ね良かれと思ってしたことが人を傷つけるってことが本当になんか人生だよね。本当悲しいことにね。<laughs> まあどうでしょうかね、皆さんちゃんと竹澤打つと私の声、聞こえておりますでしょうかね <laughs> 実はね、3日前ぐらいに宮友さんが来てくれて、この電話,電話収録のテスト1回やってるんですよ、でやっぱりちょっとね、AM ラジオみたいな雰囲気が出てて、<laughs> あ、まあ、いい感じにちょっとざわざわして、ちょっとレトロな、なんかね、やっぱり電話からの声ってね、やっぱりちょっとこう、分かるんだよね、うん、明らかに電話で喋ってる声みたいに聞こえるから。うん はいはい。うんうん。音量はね、大丈夫だと思うんだけど、うん。うん、なんか音質がね、ちょっといつもとは違うと思いますけどね。はい、確かに。はい。そこは皆さんご容赦というところでね、<laughs> はい。お付き合いください。あとは、自分と竹沢その携帯のバッテリーが持つのかとかね、その電波がなんかこう、妨害されないかっていうね。<laughs> あの、これが心配です、ね。その辺ですね。はい。そういう機械的なトラブルが、えー、起こらなければいいなと思ってますけどね。はい あとはジリも一応なんだかんだ病み上がりですので、はい、あんまりなかなかしないよう、ねまあ、ほどほどにしようかなと思いますのでね、えー、2人で今日もお送りしていきます、はいえー、毎週日曜日のラジオトーク「耳みよりな日曜日」People Get Ready のと「PeopleGetReady」のジリと竹澤おルスがお送りいたしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいでは今日はねまず DM からちょっとね読ませていただきましょう DM のご紹介です ちょっとね、毎回、あの、はい、いつもトップバッターで呼んでるような感じがするんですけど、今日もカムタクさんの DM からでございます。えー、最近はい、はいえー、体調いかがでしょうかということでね、私のインスタグラムを見て、心配していただいております。ありがとうございます。えー、お疲れ様です。はい、先週の放送では、スタジャンコーデのご紹介、えー、いただき、ありがとうございました、えー。憧れの宮友さんにも褒めていただいて、嬉しすぎて、はい、同じとこを何回聞いたかわからないぐらい聞きましたと。<laughs> うんえー、ライパパさんのコーデも本当にやばかったですレタードカーディガンにスタジャンを合わせるとか絶対思いつかないし、うん、G ジャンの上にスタジャンを重ね着もかっこよかったですね、うんえー、まだまだ、えー、真似できないですがいつかライパパさんみたいな着こなしにもチャレンジしてみたいなと思います、うんはい、そして宮友さんのシンプルなコーディネートだけどストーリーがあって勉強になりましたと。 えー、大人のスタジャンコーデって感じでますます憧れが増しました <laughs>、えー、自分もいいですね,ねストーリーがねやっぱあったからねありましたね自分も少しコーデのことで気になることがあって質問させてくださいと、えー、今日の、ねはい、カムタクさんから質問が一つ来ております、はいえー、例えばキャップにニューヨークの、ね、NY というロゴがあるのにスウェットの胸にはカリフォルニアとか、はい ミシガンとか書いてあるのってやっぱり変なんでしょうかと<ー>、えー、これみんなもね一度二度は考えたことあると思いますけどねちょっと交通事故ですよね、えー、交通事故<笑><笑>、えー、いつも選ぶ時には、えー、色味はこれとこれとかが、えー、合うけど、えー、違う地名とか大学のロゴが重なったりして違和感があるから諦めたりしていますと気にしすぎなんでしょうかということでね カムたくさんの質問なんですけどこれ竹ロスからしたらやっぱり交通事故だろうとあと,気になるあと僕はあのナイキの T シャツにアディダスの靴下とかも気になりますあ結構離れててももうそんなにスポーツはい気になりますスポーツブランドかぶりもちょっと気になっちゃいますねあ<ー>あて,いさこだて別々のブランドもうち,うちに遊びに来た時さこれからバスケに行くんですって言っててパンツと T シャツどっちもエンドワンで、はい、あの決めてたん、ね、で バラバラ切るとなんかどっちやねんお前はと、ね、結局どこのスポンサーなんだと <laughs> そうなんですよ <laughs> えー、まあ意識する人もいるししない人もいるのかもしれないねこれはね、うん、だから可愛、はい、か,かったらいいじゃんかっこよかったらいいじゃんっていう人も全然いるだろうし、うん、俺もそこはあまり否定もしないんですよね、はい、下にまあ、うん、ほおっしゃったようにミシガンって書いてあるスウェットの上にニューヨークって書いてあって 惰性とは正直思わないです。でも、うん、なんかその、パッと目が行った時に、なんかこうね、西海岸と東海岸だったりっていう、なんかこう違ったりすると、うん、なんかこう、なんかちぐはぐっていうのはあるかもしれないですけど、うん、お客様の中で一回だけあったのはね、僕は東アメリカが好きなんで、 あの、はい、ま、東アメリカというか、その、なんか日がと、東、ん東,東部 <laughs> その、だから、そっちの州のものだけを買ってますとか。俺のファッションは西海岸系じゃないんで、なんかそっちが混ぜると違和感があるんですよね、<ー>みたいな。<ー>だからこだわる人はそこまで割とそこのね、空気感とかを意識されてる人もいて、すごい目線が高いなと思ったことはありますね。その方のファッション見てみたいですね。<laughs> 割とね、ヒップホップの人です。やっぱりその、えーえー、ヒップホップのその、やっぱり発祥が向こうだからそこのものを着たいみたいな、そういう思いでしたけどね。うんうん、だから例えばサーフィンとか、スケーターが好きな人とか、あ<は>まあサーフィン俺勉強不足ですけど、例えばなんか西海岸といえばなんかスケーターカルチャーみたいなのもね、根強い感じするんでうん、うん、そのスケーターファッションの人は西海岸の地名が入ってるのは着るけど、うん、みたいなのはある、うんうん、あ,あるのかなとは思うけどですね。 うん、まあ、自分は古着なんだから、そのごちゃ混ぜ感もいいでしょっていうのも一番あるかな。うん。あの、あ,あの、間違っててダサいよりも古着だからごちゃっとしてて面白いジャンルが若干上に来るような気がするんで、もう単純にニューヨークのキャップがじゃあブルーで、 スウェットはもうみ。なんかオレンジ色で全く別のフォントが入ってても、それは色で選んでるからとか組み合わせで選んでるって言われればあり、うん、なのかなとは思いますけどね。うん,う,んうん、滝沢の人はじゃもう絶対しないって感じ。違う地名とかがカレッジの名前が2つあったりするのは嫌だなって感じ。それがなんで無地とかにしちゃいます。<ー>大学もの以外とか。はい だからう、着ない、着ない。リリああ、なるほど。もう、ジャンルごと変えちゃいたいってことね。ミリタリーのパンツに上がカれっちゅうものとかですね。うんうん、ちょっとジャンルを変えることが多いですね。そうか、そうか。そうね。まあ、帽子とかも、あえてそういうのは、じゃあ被らないとか、無地のものを選ぶとか。ね、ただ、やっぱ知識がな、なくて勝手になっちゃうかもしれない。ああ、なるほど。本当の自己的な感じでね。はい。でも、自分はよくあの、今のボストン、<laughs> B って書いてる、ボストン、レッドソックスかな帽子はよくって、ね、あるよね、よくね。その B、よくスウェットにそれで B ね、あの、なんて言うかな、B つながりで、なんて書いてたかな、えっ、ー、と、B つながり。B、B をつなげてスウェットの文字を、この、スウェットで B が入ってるやつを着,て着たりします。そこはあえて合わせるんだ。あ、バークレーでした。バークレーって書いてるスウェットの、<laughs> で、頭にも B をわざと。B って書いて。ボストン個人的にはそれは<で>今日は B で揃えたんだぞと思いながら聞いてますけどあ。それはちぐはぐになってるの中でも <laughs> B で合ってるならありみたいな自、はい。自分の中ではありっていう、なんか。か結局自分ルールが。そう、それでいいのよね、本当ね。うん、うん。今日はこれとこれでちょっとね、リンクさせようみたいなね。はいだ。だから、例えば、 その州が違ったりしてカレッジの大学ネームが違っても同じ青と青とか赤系赤系とかでどっちかが揃えれればいいかもしれないよね、うん、共通点があれば今日はカラーで合わせてるんだみたいな目線でね、うんうん、うんうんそうかいだから絶対ダメじゃないんだけどもそこには何かしらのつなげる要素をこう意識とかねこの前の宮友さんの話じゃないけどストーリーがあったり イメージがあって来てるんだったら OK じゃないですかっていう結論じゃないですかね。いねはい。なるほど。ぜひカムタクさんもね、その辺も意識しながら、あの、何かで統一して、ねあ、あり、ありな場合もあるよって感じでね、うん、楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。はい。はい、はい。それではね、次の DM なんですけど、なんと、えー、前回のスタジャンコーディネートにちょっとお一方、間に合わなかった方がいらっしゃいまして、 自分たちの収録の翌日にね、はい、お送りいただいたんですよね。えーはい、その方のね、ちょっとコーディネートと、えー、メッセージをご紹介させていただきます。はい。えー、田尻さん、耳寄り収録お疲れ様です。えー、青さんからいただいております。去年の王者。はい、王者ですよ。展開 <laughs> 精神会のね、<ー>チャンピオンから。 えー、今週の耳寄り収録には間に合ってないかもしれませんが、えー、佐藤さんがラジオ終盤に募集されていたスタジャンコーデを投稿させていただこうと思います<ん>ということで、えーね、今週になりますがご紹介させていただきます。<ん>えー、お写真をね、竹ざうすにもね、実はさっき送ってるんですけど、えー、皆さんにも見ていただきます。こちらでございます。どうですか、竹ざうす。おー。 最近あれですね、ネクタイコーデが来てますね、そうだよねこの,この前のね、あの、ライパパさんも、うん、や違う違う違、ん、あの、この前の宮友さんもね、ネクタイを入れて、あの、会社帰り、うん、お勤め帰りのお父さんコーデって感じでしたけど、うん、こ,こちらにもお一人ね、スタジャンのインナなにネクタイを締められて、うん、青さんが。うんうん いやいや、上級感がまずちょっとね、皆さんこのお写真を見て、おおこのお写真が青さんかということで、まずそちらがね、うん、もうコーディネートよりも、青さんの正体に、まずみんなインパクトにびっくりしてると思うんですけど、<laughs> ね、<laughs> まず、ね、びっくりしたのは他でもない私もなんですよ。あの、青さんってなんか勤め人でね、いらっしゃるというのは、あの、前回のメールでお聞きしていたので、うん、まさかこんなにちょっと髭を蓄えてらっしゃるというイメージが全くなくて、<laughs> 割とワイルドですね、すね青さんね。ちょっとこうヘアスタイルとヒゲと全てがこうちょっとイメージとだいぶ遠くてですね。うん、青さんこんなスタイルなんだと思ってですね。<laughs> ですね。いやー、ちょっと、アさんがね、インスタグラムをちょっとね、こう、ちょっと更新を始められてるっていう記事を読みまして。えお、お店のですかえっとね、お店というよりも、ご自身のね、コーディネートとか、商品紹介みたいな感じで、あ,えー、あの、買い付けしてきた商品をね、あの殺したいなイ。インスタグラムにアップされてますので、あのね、ア、うん、さん、青さんで、 A.O. で始まる、ええー、ところなんですけど、多分皆さん、あの、調べたらというか、検索に1入れたら結構トップに出てくるかもしれないんですけど、はい、青さんのインスタグラムのね、えー、ページがあります。ちょっとこちらは、ご本人からね、ちょっとどんどんフォローお願いしますみたいなメッセージが来たタイミングで、ちょっと皆さんにもね、正式にご紹介しましょうかね。あ、あった。フォローしました。<laughs> もう早速 <laughs>。なんか今、に上にる静かだなと思ってたら、もう調べてたんだよね。 はい。なんか関連して佐藤さんも出てきた。<笑><笑>一緒に登録しますそうそうあの、佐藤さんはもうすでに青さんをね、フォローしてたんで。はい。皆さん、AO から始まるね、<あ>青さんのえインスタグラムよかったらね、フォローしましょう。あの、青さんの新しい情報発信がね、<え>スタートしておりますので。そこでね、出てくるやっぱその青さんのね、いでたちがなんかね、やっぱりこう、もうすでに洋服屋さんをやってるんじゃないですかっていうぐらいのオーラが漂ってるんですよね。おー。ねえ。 ちょっとまずはちょっと、竹田さん、この下ンコーディからいくよ、まずはね。そのなんかインスタ見てるんじゃなくて。はい、<laughs> はい。ちょっと文章を読ませていただきますね。す <laughs> っかりインスタ見ちゃいました。<laughs> えー、ベタベタなコーディネートですが、ということでご紹介があります。はい、えー、グレーの下ンはランタグのチャンピオンでホッケーチームのものですと。ランタグ時代だから結構古いですね。<ー>でもなんか写真で見るかよりかなり綺麗に見えるんですけどね、この人、ね。ですね。すごい状態いいですよね。ね で、合わせたアイテムは、近年もののブルックスブラザーズのキャップ。<ん> BB って書いてあるやつですね。えー、と、60s のアローの白シャツに、90s のランゼンドのレジメンタルタイ。えー、そして、ヘリンボン生地のヴィンテージのウールスラックスに、USB のガチャベルト。ブーツはレッドウィングの9875を、 ホワイツセミドレスっぽくセカスタムしたものになりますと。うん、ーなんか、どうやってセミドレスっぽくしてやるんだろうちょっとこう、背頭カットしてやるのかなスタジャンのワッペンは、えー、袖にナンバリングともう一つ背中に大きく入っていますと。ちょっとお写真出しますね。背中のお写真も届いておりますので。 えー、ワッペンの多いものはこうでは難しいですね、えー。私は極力シンプルにドレス寄りのアイテムを選ぶコーディネートにしてみました。えー、黒、白、赤、グレー、紫、茶色の多色の合わせが個性的かもしれません。 えでも、ゴリゴリのアメカジも、私は大好きなコーディネートですということでね、添えてあります。まあ、色が多色使いってことでね、ネクタイの色からまあ、パンツ、そしてこのスタージャム、そして帽子にベルトに、このブーツの色まで含めて、まあ、先ほどのじゃないけど、逆にクレイジーパターンとはあんま言わないけど、色を増やしてね、多色使いのコーディネートって感じで。 ですね。でも、やっぱりその上品さっていうところでまとまってますよね。ですね。まとまってますね。ねうん、いや、なんか。下ちゃんってなんかこう、やんちゃになりやすすぎるかなと思ったんですけど、やっぱりネクタイとシャツと。やっぱりねスース正、正当な感じとかね、歴史あるコーディネートって感じですよね。うん、うん。大人のコーディネートって感じがしますね。うんうんうん でね、インスタを見ててもだし、今回のメールでもなんですけど、やっぱ、青さんやっぱミリタリーが割とお好きなのかなってこう思うようなね、うんうん、随所にこうね、ミリタリーのイテムがね、意外とレッドウィングと、ヨーロッパもののやつも結構入ってる、ね。ねののでね、自分がね、ちょっとやっぱ気になるところが、まあ、そのブラッ,ブルックスブラザーズのキャップだったりとか、 そのね、俺好きなのがね、このランズエンドなんですよね。ナインティーズのランズエンドのレジメンタル対応してらっしゃるっていうところなんですけど、ランズエンドって知ってますか、うん、皆さん。ランズエンド。よくお見かけしますよね、アメリカ人うん、結構古着でもね、レギュラーアイテムでよく出てくると思いますけど、うんうん、LLB がね、もともとカタログから始まったブランド、要は通販から始まったブランドっていうのは結構古着好きの人は知ってると思うんですよ。要は分厚い LLB っていうカタログがあって、はい で、アメリカってもう広大な土地なので、お店に行くっていうのが大変だったので、そのカタログを取り寄せて、カタログで注文して、それをこう、まあ、送ってもらうみたいな。もう、言ったら、アマゾンが今、こんだけすごいことになってるけども、もう言ったら、昔から、ね、シアーズだってね、いろんな JCP とか、あのー、も含めて、この、 えー、LLB とかもカタログ販売が結構昔は大きいボリュームだったわけですよ。市場の中で。<ー>で、ランズエンドもそういう通販が主でやってたブランドなんですよ。ランズエンド。はい、で、そこから、はい、まあ、あの、店舗とかにも切り替わっていったと思うんですけど、やっぱりそのカタログ販売でアメリカ中に商品を多くあの届けてたので、やっぱりレギュラー古着の中にもめちゃくちゃ多いんですよね。ランズエンドって。 うんうん、よく見ますもんねで。で、デザイン性もね、自分としてはすごい高く感じるし、物の作りもいい。うんうん、そして、うん、古着ではね、まだまだなんか認知度が低いから安いんですよ。うんうん、そういう意味で、うんうんね、ちょっと冒頭にも言いましたけど、こう耳寄りな日曜日を聞いている人だけの、まあ、お得情報ってことで、ランズエンドめちゃくちゃおすすめです。うんうん、はい、うん そう探せば確実にありますよね。そ,そうそう。うそんなの知っとるわって言われるかもしれないけど、<laughs> ランゼンドおすすめですっていう情報でしたね、<laughs> 一つね。はい。LL、うん、ンとね、まあなんか皆さん認知度のレベルはえらい違いますけど、私はランゼンド大好きということで、<laughs> あの、セントジョンズベイとかと同じ、なんか今、今が狙い目ブランドですね。<laughs> ランゼンドもね。はい。すいません、ちょっとアさんのコーディネートからランゼンドネタをちょっとね、使わせていただきましたけどね。 えー、青さんの、うん、えー、スタジャンコーディネートもう、ね、今回だけじゃなく、次回もね、ぜひぜひお送りください。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。いや、でも本当になんか、人の印象って俺たち勝手に想像するじゃないですか。声とかね。 あの、はい、ね、文章とかと。青さんっていう名前とかから、ね。そうそう。青さんっていう、なんかこう、洗練されて <laughs> ちょっと待って。なんか俺の言い方今悪かった。<laughs> 洗練されてると思ってたんですけどって言いそうになったけど、あの、なんか今のじゃあね、はい、お写真の青さんが洗練されてないみたいにね、<laughs> 聞こえるから、それはちょっと青さん誤解ですから。なんか、こうなんだろう、うん、もっとこう、なんかシュッとした、なんかこうね、なんか、なん、なんていうのかな。ちょっと、こう、かぼそい人というか、かぼそいも違うな。<laughs> なんていうの、ね、なんか、 本当にちょっとこう、大人しい系の雰囲気のオーラがある人かなと思ってたんですけど、タジリの5、6倍あ、あの、古着屋が似合う人というかね。ねワイルドな。そう,そうそうそう。ワイルドな感じでしたね。<laughs> いや、これは絶対、あの、耳寄りを聞いてる人のほぼ皆さんが思った印象のギャップだったじゃないですかね。<laughs> 青さんに抱くね。<laughs> <laughs> いやいや、イメージって面白いよね。ストーリー上のワイルドね。<laughs> だからあの、竹ざウルス自身もさ、声しかまだみんなにね、お見せしてないわけでしょはいはい。で、はい、あの、この前、忘年会、あの、国年会ね、国年会の後に、はい、あの、うん、宮友さんのご家族の車で送ってもらったでしょはいはい。で、みんながラジオ聴いてるのに奥様も宮友さんもね。で、その、<laughs> タケザウルスのことを後ろに乗ってるタケザウルスを、本当にこの人がタケザウルスなんだよねって、<laughs> あの、なんかすごい疑ってたらしいよ。<laughs> なんか、イメージと違いすぎて。もっとイン,性がっインテリジェンスな人だと思ってたって、あの、おっしゃってたからね。そんなバカがバレること言ってなかったんですけどいや、なんかちょっとね、やっぱ武将げでね、なんかこう、<ー>ちょっとこう上品な感じじゃなかったもんね。インテリな感じだね。 竹沢留守のね、素顔知らない人からすると、うん、青さんと同じぐらいギャップを感じるかもしれないね。そうですね。やっぱりひげボーボーなんで、えっと。いや、ボーボーって言うとまた違うでしょ。こうなんか全然ちょ、ちょ、ちょこっとね、ひげを生やしててね。<laughs> 人の印象ってね、なんか面白いなと思いました。うん、今回、青さんのね、うん、この写真から。<laughs> うん、いやいや、青さんね、動き出してますからね。皆さんでちょっと応援していきましょう。いやいや。 ちょっとインスタもフォローしたので、ぜひ今後も、はい。ちょっとね。ファッションもチェックさせていただきます。もう成人たちで、青さんのね、インスタフォローしましょう。ね。うん。ねうん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、えー、ちょっとね、もう一方ね、えー、ちょっとご紹介したい DM がありますので、えー、最後の DM 読ませていただきます。はい。えー、田尻様、おそばせながら、明けましておめでとうございます。 どうもいます。えー、キコリです。お、おアメリカのね、東海岸にいらっしゃるキコリさんでございます。あの、ウエストポイントがね、近くですっておっしゃってたね。あの、ステッカーをいただいた。そうです。あの、ワッペンのね。おぉ<ー>。はい。<ー>えー、展開成人会とても楽しかったです。えー、<laughs> お芋のおやつさん、青さん、すごかったですね。うん。新しい年になりましたが、 えー、田尻さん、ラジオパーソナリティの皆さんは、えー、もちろんのこと、耳寄りのコミュニティの皆様全員がいい一年を過ごされるように切に願っております。うん、もう素晴らしいですね。はい、もう、MC 人だけじゃなくて、もう、聞いてる。<laughs> み、みんな全員。ね、みんな全員がいい一年になろうと。うん、もう、ありがとうございます、うん、木こりさん。大人だ。ねえ、もう優しい。えー、年末のお休みの折、社会勉強と思って古着を見に行ってきましたと。 おおえー、いくつかお写真を撮ったのでお送りいたします<う>、えー。まずね、写真ちょっと1枚ずつ出していきましょうかね。えー、ちょっとみんな、はい、竹ざさんはね、今回見れないんですけど、みんなにだけね、ちょっとスライドで見せていきます、えー。まずはね、アンティークモールの写真から出てきますけどね、ちょっとアメリカのお写真です。良、えー、かったのは倉庫型の古着屋さんで、えー、USA ものが結構あって値段も良心的でした。 はかり売りをしている大手スリフトのアウトレットも興味深かったですと。はかり売りをしている大手スリフトのアウトレット。なるほど、なるほど。えっ、ー、とね、<laughs> お写真で写ってるのはね、グッドウィルっていうね、俺もアメリカで行ったスリフトなんですけど、はいはい、まあほんと大量の服を仕入れて、こうね、あのき、寄付でいただいた服をどんどん値付けして売られてるんですけど、うん、そこのはかり売り。うん、要はなんかね、もうバーンと投げてあって、その中からこうもう、 ピックして、それはかりで、い、キロいくらとかでね、<や>買う、ね。一枚一枚の価値じゃないですね。もう量。そうそう量で。だからね。重さで。結構、バイヤーさんたちも言ってたのが、やっぱそういうのの中にこそお宝が眠ってるんで、選別されて寝付けされてるってことは、一回も誰かがフィルタリングかけてるんで、やっぱりその中にこう、お宝は少ないらしいのよ。で、こう、はかり売り系の中にこそ、はい、もう、ランダムに入れてあるから、やべっていうのがあるんだって。 自分もね、この前こういうね、写真に写ってるようなところにはたどり着けなかったんで、次回アメリカに行くときにはね、うん、こういうタイプの、そのほんとはかり売り系のね、スるフトにも行きたいなと思ってるんだけど、もうね、はい、要は選別されてないところがいいわけよ。選別されてないところが。つまりでも労力がすごいってことですね、見つけるまでそう,そうそうそう、うん。だからね、チャンスはあるけど、そこにたどり着くのは大変っていうね。うん だから昔はやっぱその中にほんとビッグイ、e、が出てきた、ダブル X が出てきたって言ってたからね、はい、そんな、ね。へぇ、えー。うんまあ、そ出てくるもんなんですね。そう,そうまあそういうお写真をね、送っていただいております。で、うんえー、6番と7番、えっ、ー、と、お写真ちょっと番号つけてあって、ちょっと皆さんにここで出すんですけど、田舎の風景ということで送ってもらってます。で、これがね、すごい素敵なのが、なんかね、もう、 山際にあるね、バスケットコートの写真を送っていただいてるんですけど、もう本当にね、もう憧れるっていうか、もうこれぞアメリカっていう空気感の写真で、もうここでバスケしたいって思いましたね、この写真を見てね。<laughs> もう素敵なお写真ありがとうございます。で、次のね、お写真なんですけど、ちょっと体育館みたいなのが写ってるんですけど、これがね、はい、山球さんもちょっとおってなると思うかもしれませんが、ってところで、 なんと、はい、ニューヨークニックスの選手が普段練習をしている体育館ですっていうことで、へ<ー>すごいよね。ちょっと待って、なんで今収録中に写真を送ってきたの ?LINE で<あ>。<laughs> 音が鳴るじゃないの。あ、すいません。なんかあれ、バスの中の写真が送られてきたね。<あ> <laughs> どう僕も、なんか、<laughs> アメリカの写真を見ながらいい, <laughs> い,いものを送ろうかな。ちょっと あと <laughs> <な>でで大丈夫だから <laughs> 収録に集中して <laughs> はい <laughs> はいあのニューヨーク・ニックスの選手が練習しているんだって近くなんだろうねう木こりさんが住んでるところのねだから出待ちとかしたら多分ね選手が見れるんじゃないよねああじゃあマジソンスクエアガーデンとかも近いってことですねマジソンスクエアガーデンはでもどうなんだろうねお住まいのところから近いのかな 羨ましい限りですね。ねいや、もう全部が羨ましいのよ。もう写真のすべてが。もう、雨、もうこの写真たちを見た時に、またアメリカに行きたい熱がもうブワーっと漏れ回ってきたもんね。<laughs> 俺、嘘なし、ね、嘘なしじゃなくて、俺一週間に一回ぐらいアメリカに行く夢見てるんですよ。本当に。<laughs> 本当にもう、もうアメリカに行く。クラウドファンディングするしかないじゃないですか。いやいや。 それはね、俺の中で違うと思うんだよね。<ー>クラウドファンディング最近やったんですよ、クラウドファンディング。嘘何やったのっ仕,仕事の授業で。ああ、そういう真面目な話ね。うん。あ仕事の、はい。結構、僕のやっている、こう、リハビリの、うん。あれをなんか発展させるためにみたいな感じでやったんですけど、熊本県ど, <laughs> けど大丈夫なの今までずっと伏せてたのに、今、さらっとリハビリって言ったけど。<laughs> あ,あ,あ、大丈夫。<laughs> まあね、リハビリ系のお仕事をね。 千万円ぐらい集まったんで、うん、すげえ意外とクラウドファンディングって集まるんだなっていやいやいや,いやそれは多分その事業の内容が素晴らしかったからよ、うんうん、俺ねだから今ちょっとこう話脱線するけどクラウドファンディングですりゃいいじゃないって言ってなんかもう自分がただしたいことをただみんなに夢を語ってこうお金を集めるっていうのがお俺は違うと思ってて要はそれでああ。 見てる人が楽しめたり、何か恩恵を受けれるから、クラウドファンディングするわけじゃない、うん、だから、俺の、はい、俺の夢はね、あの、スカイダイビングがやりたいんです。みんなでお金出してっていうのは違うと思うんだよね。<laughs> だから、タジリがアメリカに行きたいから、お金出してまでだったら違うと思うんだよ。例えば、アメリカに行ってきて、みんなが出してくれた分よりもの倍以上の価値のあるものを、 ちゃんとみんなにその配るからアメリカに行かせてくれとか。ねうん、だったらみんながね、うん、お、じゃあ1万円出して2万円相当のなんかね、もらえるならちょっと俺も出すわとか。まあ、せめてお金が倍じゃなくてもさ、それと同じぐらいの価値のものをちょっとお土産でちゃんと持って帰ってくるので、ちょっとアメリカに行かせてくださいとかね。で、みんなにはその様子もちゃんとお見せするんで、まですればいいかもしれないけど、 うんまあまあすいませんねクラウドファンディングがこうなんかこう <laughs> 俺がアメリカに行きたいからみんなお金ちょうだいは違うでしょって <laughs> 分かってますよって話でねはいー <laughs>、はい、ちょっとねと木こりさんからの DM の続きがありまして、はい、PPFM 仲間の「 大使さん <laughs>、えー、大使さんね、PPFM 仲間の大使さんが、えー、おっしゃっていましたが、最近のオールスターゲームは確かにちょっとお祭り感がありますよね、と。 うん、昔はもうちょっとやり合ってた気がしますと。そろそろ NBA 前半戦、うんえー、総括会なんかも、えー、楽しみにしていますということでね。うん、山球会へのリクエストが来ておりますけどね。うん、やっぱ PPFM 好きはバスケも好きっていう今共通点が出てますね。田尻大志さん、んんね、木こ里さん、うん、3人とも PPFM もね、うん、一時期来てて、えー、バスケが好きっていうね、共通点が3人の <laughs> でもこれは初めて PPFF の服を拝見させていただきましたけど生で <laughs> 生で見た生で <laughs> ああの田地さんのお,お店でああはいはいはいなんかな,なんとコメントしたらいいのかな何 <laughs> だよそのディスってんのが <laughs> いや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 まあ言ってたもんね隠しきれない大学生感があるっつってね <laughs> <laughs> なんかやっぱそういう時代のね若者のファッションなんだよね <laughs> あれがね出てたなと思いながら。<laughs> だから、ペイトンプレイスフォーメンっていう、そのね、うん、ペイトンプレイスっていう、まあ、大きいブランドがあって、そのメンズラインとして PPFM は出てきてるらしいけど、うん、そのちゃんと調べたらね、ロンドンの割とパンクでロックな、こう、感度の高い若者たちが着てるようなファッションっていう、うん、いう、いうなニュアンスだったんだよね。だから、期限はやっぱりイギリスっぽかったよ。パンクロックみたいな。だからちょっとなんか、 派手というか、ちょっととんがってるみたいなデザインが落とし込んであって。うんうん、だから、ちょっとノーマルではないんだよね。なんかシャツ1枚にしてもね。うん、あどっかシャープな感じなんですね。そう、それもあるから、ね。エッジが効いうん、そうそう、うん、エッジが効いてる。それこそエッジが効いてると言えばね、D ちゃん、うん、俺の同級生の D ちゃんも、はい、1>, 1着だけ PPF を,を買ったことがあるらしいのよ。<laughs> <laughs> で、大学の頃に友達と行って、<laughs> あ、それがいいじゃんってなんか流れになって、うん、そうかなつっ,って買った服があるらしいんだけど、うん、その PPFM の,、はい、の服っていうのが、えっとね、透明なビニールみたいな素材の上から被るタイプの服で <laughs>、もう、それはかなり尖,っ尖りまくってるやろっていうね。要はもう、嵐のデビュー作品。<laughs> <laughs> なんかそういう噂をよく聞くんだけど、 とにかく透明な、もう上から被るフードみたいななんかね、タイプだったらしいのよ。で、D ちゃんは、これありなんかなーって思いながらも、でもみんなもね、いや、いいじゃん、いいじゃん、<laughs> みたいな感じで、なんか、乗、まあ、せられてたのかもしんないけど、買って、で、あんまり着なかったっぽいのよ。で、ずっと実感のどっかに直し込んであると思って、この前探しに行ったけど、やっぱなかったらしくて、 うんうん、D ちゃんはね、で、それをまた見たいんだって、その自分が買ってた、その、ビニールみたいな服を。でメルカリで、PPFM で検索しても、その服が全然出てこないんだって。だから、俺が言ったのよ。D、D ちゃんって、多分だけど、それ多分誰も買ってないんよ、つって。<laughs> 誰も買ってないから多分二次流通にも上がってきてないんだよ、つってね。うん、D ちゃんも笑ってたけどね。<laughs> それを買って何回かはもう着て街に繰り出したってことですもんね。多分街で着てたと思うよ。今日の一番いけてる格好と思って多分その PPFM のビニール服を着てたと思うので。うん、<laughs> <laughs> はい。そんな D ちゃんのね、青春時代も彩,彩った PPFM ですよ。はい。<laughs> <laughs> まあそんな話は置いといてね、その菊織さんからのその NBA のオールスターが最近ちょっとぬるいよねっていう話で、それはね、俺も本当思います。 もうね、ここ最近2回ぐらい見たけど、うん、もうその、言ったら一番みんな分かりやすい例えが、もう、アリウープをなんかもう余裕でさせるやつ、あの、うん、要はディフェンスも全然ね、うん、ディフェンスも本気で当たってこないから、もうアリウープし放題じゃん、なんか、もうあれがね、見ててつまんないんだよね。 あ、うん、アリウープスもう、できるかできないかのギリギリなタイミングでね、ちゃんとパスが通ってするから、うん、うお、アリウープだってなるのに、あんななんかね、うん、遊びでやってるようなアリウープ見せられても喜ばないよね。正直あれ見るなら真面目に練習してる風景くらいの方が楽しいですけどね。うわー、もうそれ最高のね、尖った意見をね、練習風景の方がおもれーわ、みたいなね。 もうカリーがひたすらスリーポイント真面目に打ってる動画とかを見てて楽しいですよね。わ、うん、かるわかる、あのもう絶対落ちないやつでしょ、うん、あのね、これなんか豪水じゃないんっていうぐらいのね、僕もちょっと NBA オールスター、ちょっとアンチ派なんで、見ないんですよね、うんうん、俺もね、だからあの、ダンクコンテストも最近見てないって言ってたけど、なんか見なくていいかなって感じだもんね。もなんかダラダラなんんかか ね、あんまり集中せずにただ見てるっていう時間がねあったかもしれないけどうん,うんまあこれはでも変わらないよねもう怪我したら終わりだもんねあれでね残念だけどあれで本気出して怪我でもしたらっていうのは確かにわかるからね、うんうん、シーズン棒に振っちゃうもんねあんなお祭りで怪我してね <laughs> それで戦線離脱なんてね、うん お前いくら金払ってると思ってんだよってやっぱね、チームから言われちゃうもんね。 ダンクコンテストも僕が中学生ぐらいのピンスカーターが出た時ぐらいが一番楽しかったなと思ってますけどピンスカーターね肘,肘入れダンクとかした時が一番好きだったんですけど、ね、まあビンスカーター俺大好きだったのよもう、うん、ビンスカーターのダンクかっこよかったもんねかっこよかったですねいやービンスカーターだからねビンスカーターこそ俺ねマイケル・ジョーダンの後釜というかなんかこれからのスターだと思ってたもんね、うん うん、皆さんの、ね、ビンス・カーターって全然知らないっていう人がいて俺が今、名前出すのであーという人いると思いますけどあの井上剛彦さんの漫画のリアル「リアル」「リアル」っていう漫画で、うん、要はね、ね野宮さんでしたっけど、ね、もう1個誰だったかわかんないけど要は名前の中にビンスってあだ名をつけてたもんね確かねビンスカータータだからそれぐらいそのあのリアルが始まった頃のもう圧倒的スター選手よね、ビンスはね。うん でも、ビンスカーターも確かどこだったら、ね、腰か腰かなんか怪我しててだんだんあんまりもう飛べなくなったんだよねダンクとかできなくなってで,す、ね、でそこからこの瞬発力とかじゃなくてもうシューターに切り替わってビンスカーターがントでスリーポイントがうまくなったから、うん、そういう意味でもねビンスカーターってなんか苦労人というか,なんか身体能力でただ活躍した選手じゃなくて。うん なんか、最後までこう、なんか、やる、自分の仕事をちゃんと見つけながら成長を続けた人って感じで、うん、ビンスカーターはね、大好きです。うん。うん、なんか顔もかっこいいんだよね。なんか渋くてね。なんかイケメンじゃなくて、こう、なんかこう、なんか優しさも滲み出てるよね。僕人っぽい顔が。うん。うん、ビンスカーター大好きですね。うーん。 いやいや、まあまあ、そう、ビースカーターはいいんだけど <laughs>、<laughs> えっと、えー、っとね、多分ビースカーター来年の展開精神会出, <laughs> <laughs> 出ますね、これね。ですね。はい。こういう切り口の喋りの時出ますからね。はい。はい。まあまあ、あの、菊池さん、あのね、あの、アメリカの素敵な情報をね、お送りいただきありがとうございました。ね。これからも本当に日常風景をね、何でも構いませんのでね、お送りください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 いつも聞いてます耳寄りな日曜日曜この間あの、うん、古着のチッキ編でチャックスターうん、うん、特集されたじゃないですかチャ,、ね、チ,ャチャックテイラーねチャックテイラー今俺あので電話の声が途切れただけと思ったけど <laughs> あのしっかり。 ちしっかり目に間違ったよね。チャックスターって言ったもんね、今ね <laughs> 今。電話が、電話がちょっとババってこう、なんかノイズ、ノイズったのかなと思ったけど、チャックスターっておっしゃいましたよね。はい。すいません。間違えました。勉強したばっかりで。<laughs> はい。チャックテイラーがどうしたんですか最近あの、自分のお家の近くにこう、はい、ポップアップで古着屋さんが来ててですね。ええー、すげえね。ここで。<laughs> どんな<う>ど、すごいね。 家の近くにポップアップの古着屋が来るで。あ、まあ、<laughs> どんだけ都会に住んでるんだ、おめえは。そこです。CT70 ですかね。はいはい。CT70。山結構積んでて。でマジでお値段も1万5千くらいで売ってたんですよ。マジでちょっとなんで電話してくれないの <laughs> 俺が仕入れて2万で売ればよかったのに。<laughs> <laughs> ちょっと履いてみたんですけど。はいはい。 僕あのご、ゴムソールって言うんですかね、し下。うんうん、まあまあ、ラバーっていうのかな。うん。僕めちゃくちゃで硬くて履きづらいだろうと思ってたんですよ。いやいやいや、だからよ。いや、びっくりして、履いた瞬間。ふわふわだからね。い, <laughs> いや、ふわふわ、え、うん、え,えと思って、うん。なんかちょっと沈むもんね、ぐにゅってね。そうなんですよ。うん、まさかあんなに履きづらいものとは思いませんでした。え、え、ちょ,ちょっと待って、ちょっとっえ、履きづらい <laughs> 吐き,きづらい、吐きや、吐き,きやすいものとは思います <laughs> 今、大事なところで間違うから、今みんなずっこけたぞ、ラジ <laughs> を聞いてる人たち。今の、その流れで、い,いや、あんな吐きづらいと思いませんでしたって、<laughs> どっちのこと言ってるんだと思った今。あれ、ね、すみません。吐きやすく。吐きやすいってことね、CT がね。あれは、長く吐いてもかかと痛くなったりしないですねうんうん、うん。そうなのよ。これはね、間違いないんですよ。うん。うん やや悔しいけど、いいね、悔しいけど CT70 は履き心地がいいのよ。高いだけあるっていうかね。ああ。うん。さすがナイキがやってんなーって感じはするけど。<ー>うんで、その時じゃあ買ったのその CT を。いや、それがですね、もう今週末ぐらいで終わるんですよで。ちょっと心動いてって今。あ、まだ買ってはない。あ、ああ、終わってないってことね、じゃあ。じゃあ,じゃあ俺まだ間に合うじゃん、はい、買い付けに行くのが。まだまだ間に合いますよ。うんうん。 <laughs> もうないかもしれないよ。山積みしてあったら。一時間前見に行ったらありました。うん。ちょっと俺もそこに行って、ローズボールのノリで、あ <laughs>、uh, if I, if I should buy, あもうディスカ l プリーズとか言ってこうね。<laughs> ちょっとこう、交渉して。<laughs> だ、何こいつみたいなってね。<laughs> いや、その他もなんかえげつないぐらい値段が安かったね、ちょっと。えー、そうなんだ。 ちょっと仕入れに行ってもいいかもしれないちょっと行きたいですね <laughs> うん、うん、ちょっと明日あさっての週末ちょっと考えます、うん、いやぜひぜひまあ CT1 万5000っていう話だけど俺の中でも1号がもう頑張って出せるところかねうんあ二2万は出したくない<で>いやいや CT でうん、うん、CT で1万5000でどう思いますって言われたらまあいサイズがあったらいいんじゃないですかって素直に言うよねだっっててアメリカに行く韓国に行行くく韓国それ ね、実際できるかって言ったらできないわけじゃないですか。で、プラ普通の靴プラス5000円ぐらい、俺からしたら安いという、思ってほしいけどね、じゃないと、俺たち持ってこれないんで、それを高いって言われたらね。だから1万5000円でぼったくってますねとは俺は思わないし、みんなにもそこはちょっとこう、価値として分かってもらえたらいい,い,いと思いますけどね、それぐらいいい靴だと思います。で、ちょっとね、補足で自分も一個ネタをいいですかあの、 オールスター界でね、はい、あの、US オリジネーターめちゃくちゃいいですよって話をしてるんですけど、はいはいはい。実はね、俺あの時黒を買ってるんですけど、その後すぐにね、はいはい、えっと、青と赤を買い足して、俺3足 US オリジネーター今持ってるんですよ。そう、そうですよね。あの、インスタにチラチラ出てるでしょ俺が入ってるですよね。あ、うん、あ,あれってのかなとうそう、この前のスタジャンの会でもね、入ってたと思う。で、あれはもうズバリ言いますけど、 まずね、あの、オールスター会を放送した後にお客様が来られて、昨日の動画面白かったですねって言ってくださって、で、田ジさん、そういえばね、今、あの、ホニャララマートで、あの、すごいセールやってますよ、US オリジネーターって言われて。で、<ー>そうなんすかってって、そこのオンライン見たら、なんとね、俺が買った色が53%オフだったのよ。<laughs> で <laughs> よ、もうズバリ言うね、4300円だったの。 でこれはちょっともう買って、まあ、合わなかったらお店でねその誰かに買ってもらえればいいのでもう1回買ってみようと思って買ったのよね青と赤をね <laughs> で、まあ、そうしたらサイズももちろんあの黒と一緒なんでもちろんああサイズはもう合ってたんであとは自分の服に合うかなと思って履いてみたらなんか無償に合っちゃってめちゃくちゃいいなと思って、ね、ででめちゃめちゃ気に入ってるっていうのはもう事実なんですよ US オリジネーターが。 で、はい、あれだけヴィンテージを集めてたね、お芋のやつさんも、何度見てもこれいい形してますねって言ってくださるんで、えー、うん、それぐらいね、オールスターを昔から好きな方でも、あのー、US オリジネーターは評価されるんですけど、ただ一つ、えー、ただ一つ俺がね、みんなに教えなきゃっていう、ここもお得情報というか、あのー、ね、大事な情報なんですけど、えー、っとね、えー、さっきの CT じゃないんだけど、US オリジネーターはちょっとだけ足が痛くなったんですよ。で、 えっとね、もう一回ちゃんとせ、丁寧に言わなきゃいけないな足が痛くなったんじゃなくて、俺の場合は腰が痛くなったんですよね。で、多分、腰に来るってことはね、多分、俺がいつも履いてるのはアディダスが多いんですけど、アディダスって割とフラットなんですよ。足をこう、地面に対して。で、はいはい、ちょっと硬いんですよね。アディダスの靴って。で、自分はその硬いから好きなんですけど、うん えっとね、US オリジネーターは、硬いってほど硬くもないし、CT ほど柔くないんですよ。その間ぐらい。で、2>, えー、2日ぐらい入ってたのはね、腰が実は痛くなって、これは多分、<ー>ま、ちょっとだけ多分前にこう傾斜がついてるか、やっぱりね、何かこう足からこう体重を支えてる時のこの下につく時の、 重心がね、ちょっと前、前かどっちかに多分ずれてると思うんだよね。うん、だからいつもの立ち方で腰に来ちゃってて、うん、だからせっかくデザインも気に入ってたのに、うん、これ、もうこれで諦めなきゃいけないのかなって、ちょっと一回、ちょっと困ったなと思ったのよ。うん、で、その時に、自分あの、釣りをするときに履く磯口ってあるんだけど、 ま、まずめっていうね、ほんともう専用のもう海でしか履かない靴があるんだけど、その靴のインソールがね、はい、割とちょっと硬いんだよね。ちょっとこう、はい、なんか触っても硬さを感じるようなインソールで、それを試しに一回入れてみようと思って入れたのよね。うん、そしたら、バッチリだったのよ。そのマズメっていうところの磯口のインソールをかましただけで、俺の腰痛がピタッと終わったのよ。で、俺は毎日今、 US オリジナータの黒と青と赤をローテーションしてるんだけど、毎回そのインソールを出しては入れ、出しては入れって感じで、<laughs> ま、毎日そのインソールを入れ替えながら、US オリジナータを履いてます。<laughs> <laughs> だから、まあ今後、例えば100均とかね、スポーツ用品店とかでちょっと硬いインソールを見つけたら、それを入れてみようと思うんだけど、うん だから、ちょっと自分に合わない、うん、あの、人がいるかもしれない。US オリジネーター俺めちゃくちゃいいですよって言いながら、俺には合いませんでしたっていう人がい,いたらね、ちょっとインソールをちょっと変えてみるとか、プラスしてみるっていうのもおすすめですよっていうところでね、一、うん、つ皆さんにね、うん、お伝えしておきます。自分はね、それを入れただけでもうそれが愛用の靴に変わったので、非常に今満足してます。うん、はい。だから、だいぶ長い間ね、オールスター入ってなかったのに、 ここに来てずっと足はもうオールスターばっかりになっちゃってるんで。ん <laughs> 最近多いですよね、っねずっとアディダス派だったのにね、俺ね。最近、そしてブーツはもう履いてるとこ最近お見かけしてないですかそうだね。今年の冬、うん、ほんとブーツね、何回履いたかなだね。ローリングダブトリオのブーツとか、うん、レッドウィングの持ってる一足とか、うん、ラッセルはね、割と履くんだよね。ラッセルは軽いから。 ラッセルモカシンはね、軽くて、あの、全然楽ちんなんで履くんだけど、その重い靴がやっぱりどうしても遠のきましたね、この冬はね。う,ん、うん、またちょっと履,履かなきゃなと思ってます、そこはね。はい。うん、それこそオールスター界どうでした見てもらって、内容とか。いやいや、もう大変勉強になって、<ん> <laughs> もう、チャック・テイラーを見た CT70 を見た瞬間、 ちゃんとこう、ステッチとか、後ろのこう、ラベルとか、ちゃんと人好き確認した次第でございます。<laughs> はいはい、これかこれかみたいな感じで。そう言われるとそれがかっこよく見えちゃうといううんうん。なんか、情報とか知識ってそういう時にやっぱ、なんか楽しみを加えてくれるよね、うん、なんかね。ですね。何にも知らずに見て、あこれ CT かーって見るのと、うん、あここの星がね、違うんだとかね、うん、あ、ここにステッチが入っとるわ、みたいなね。 うん当それで楽しく見てもらえたらなとね思ってお送りした次第でございます <laughs>、はい、次行く時履いていってもちょっと笑わないでくださいああい,いやいやいいよいいよ <laughs> いやだからほんとこのね あの、今日が、あの、ビッグイー会で、あの、喧嘩になった会からの約1年、<laughs> 1>, 1年の節目らしいんだけど、さっきお湯もなつが言ってたのは、もうそろそろ喧嘩するタイミングですよ、みたいな。だから、ね、あの、言ってほしいのよ、竹ざさんの口から。タジ、うん、さんは僕は、あの、うん、やっぱりヴィンテージのチャクテーラー買いたいんですよね、って。<laughs> で、俺が CT とか、G、ね、US オリジネーターでいいってつってんのに、いや、でもやっぱりね、みたいな。<laughs> やっぱり60年代のチャック・テイラーが欲しいんすよねみたいな <laughs> いつものねたじさもねなんか隣の人が本物のチャック・テイラー入ってたら欲しくなりませんみたいな <laughs> ねあれから1年らしいよいなんか<え>あっという間だったような本当あっという間だよねなんかねんまあ1年でじりは成長させていただきました本当に。 い,る <laughs> いやほんとさ耳寄りやっててさあだからほ、うんとそのねちょっともう思い思いで言うんだけど思い出しながらでまずね宮友さんとかお芋のやつさんがこの耳寄りに出てきてくれてからまだ1年経ってないのよすごくない、うん、この事実なんかもう普通にメンバーとしてね今お世話になってる人たちがまだ登場して1年経ってないっていうね、うん <laughs> だ,だって。い濃すぎて濃すぎて。そう、だから佐藤さんの登場にしても1年経ってないってことよね。4月からですもんね、確か。そうよ、そうよ。だからずっと竹沢嘘をお送りしてたわけだもんね。う,ねうん、うん。だから、2年 ?2 年ぐらい2人でやってたんだっけ ?1 年1年, 1>, <は> ?1 年半ぐらいだと思う。ぐらい2人でやってて、はい。で、そっから、ちょっと竹沢もね、結婚、結婚を機にね、ちょっと回数を減らしましょうっていうところで、うん 新たなメンバーたちが助けてくれてね。うん、うーん。いやー、だから、なんかこのさ、2023年のその濃さ、すごいなと思ってね。うん、で、2024年も多分、おそらく同じぐらい濃くなるんだけど、それでね、ちょっとみんなにお伝えしなきゃいけない大事なことを思い出しました、今。はい。えー、ちょっとね、イベントが決まってることをね、お伝えさせていただきます。えー、っとね、はい まず一番近いところで、えー、3月3月の24日日曜日3月24日日曜日、えー、デニムオンデニム熊本、えー、<あ>2024開催いたします。お<ー>もうコロナの影響でねで<ー>もう4年ぐらい休んでたデニムオンデニムが復活ということで。<laughs> <laughs> えー、本当に久しぶりなんですけど、あのー、以前ねちょっとラジオの中でも紹介したと思いますけどデニモンデニム熊本っていうのはもともとうちがジーンズをね、えー、メインで販売してるお店でしたので、えー、うちで買ったものじゃなくても全然いいですよっていうアナウンスをしてるんですけどトップスもジボトムスもどっちもジーンズとジージャンとかジーンズとカバーオルみたいな感じでセットアップで。 えー、イベントに参加してもらってそれを、えー、専門のカメラマンの人を呼んだり自分たちがカメラを構えたりしながら写真に収めて1冊の本にするっていうのがね毎年やってたデニモンデニニンム熊本っていうイベントなんですよ、はい、で、えーはい、うちの創業日がね3月14日ですので、えー、その3月14日の土曜日にやる予定でいつもねやってたんですけど今年はねその3月14日の週がお城の実の市と被っちゃいまして。 今年もねお城のみの市開催というところでそれにも参加するんですけどじゃあできないということで1週間後ろにさせてもらいまして、えー、3月24日日曜日に開催をいたしますで、はいえー、今日場所も決まりまして、えー、竹ざうも行ったことがあるんですけど、えー、熊本のねバスケットボールができるコート SSS っていうところなんですけど <laughs>、えー、そこでね要はバスケットコートがある屋根付きのもうまあ体育館とはちょっと違うんですけどなんかまあスケートボードができたりバスケットボートができるようなこうちょっとストリートスポーツをする空間なんですけど、えー、そこを貸し切りまして、えーはい、開催いたしますで今日も場所も抑えましたでそこで何を<ー>何をやるかと言いますと えー、はい、デニムオンデニムフリーマーケットでございます。おー。えー、もう色フリーマーケット。そうです。もうみんなが、えー、自分のね、例えば3メーターショーとかのスペースを区切って、えー、自分の持っている古着でもいいし、趣味のね、例えばキャンプ道具だったり、まあなんだろうな、うん、本当趣味の、もうおもちゃでも何でもいいしね、アメリカントイみたいなのがあったらそれもいいし、 とにかく自分が家に持ってて、ちょっとこう出番が今少ないなとか、これ誰かに譲ってもいいなと思えるものをそこのスペースに持ってきてもらって、デニムオンデニムスタイルでそこの店主となって、その時間ちょっと販売をしてもらいたいなと思ってるんですよ。 <で>面白いですね。販売をする側もデニモンデニム。そして、それを買いに来るお客様たちもデニモンデニムという形で、<laughs> 要は、出店する側も見に来る人、買いに来る人もみんなデニモンデニムというドレスコードをさせてもらって、うんえー、開催するということで、デニモンデニム、熊本 <laughs>、えー、フリーマーケットを開催いたします。ね<ー>、はい。で、出店料が一応1000円いただきます、えー。出店をしたい人は1000円。はい えー、払っていただいて、えー、スペースをご用意しますので、そこでお値段とか商品のお値段とかはもう全く自分のね、判断で、えー、ぜひね、ちょっとお買い求めしやすい値段、なんかイベントなので <laughs> みんながつい買っちゃうようなね、ちょっと良心的プライスをちょっと設定していただいて、えー、ぜひね、ちょっと販売も、はいえー、自分のお買い物も含めて楽しんでもらえたらなと思っております。バスケとかもしていいんですかいやいや、だからちょっとそれはね、まだ、 あとのネタなんですけど、っはい、えっと、バスケ自体はね、多分その、販売のスペースがあるので、ずっと誰かがバスケをできるっていうのはちょっと危ないので、やらないんですけど、今回のね、内容としては一応11時からフリーマーケットが始まりまして、はいえー、終わるのがまず1回2時までです。だから11時から2時のたった3時間なんですよ。うん だから3時間の間にみんなギュッと販売と買い物をしていただきまして、で、そこの2時から3時までに一つちょっとイベントが始まります。はい、えー。皆さんがね、あの出店してくださる皆さんがいろんなものを並べてる商品たちを、田尻が、まあ予算1万円と今のとこしてるんですけど、予算1万円で一つずつ買っていきます。皆さんのブースから、はい、その予算に収まるようにですね。はいはい でその予算内1枚の中でみんなの中からお買い物させていただいたものをずらーっと、えー、テーブルかどっかに並べまして、うん、何が始まりますかと言いますと、えーはい、フリースロー、えー、プレゼント持ってけ、えー、選手権をやろうかなと思いまして、えー、要は最初にじゃんけんポンで、えー、順番を決めて1列に並びますみんな。ではい 今度、並んだ人が1番、2番、3番と順番にフリースローを打っていきます。で、はい、フリースローが入ったら、そこに並んでる景品の中から好きなものを自分で一つ選んでもらえるというルールですね。うん、だから、うん、じゃんけん勝って先頭に並んだとしても、その1回目のフリースローを落としたら、また後ろに並び直さないといけません。なるほど で、商品がなくなるまでずっとぐるぐる列を作って、えー、フリースロー投げ続けるというのがね、うん、その2時から開催する最後のイベントでございます。うん、いや、面白そう。<laughs> いや、だからね、あの商品欲しいなっていう人はね、もう気合と集中力でね、そのフリースローを決めていただいて、自分のお目当てのものをちょっと持って帰ってもらいたいなと思ってますけどね。うん はい。はい。自分もちょっと出品というか、あの、自分の私物だったり、うん、これまで、あ,あの、お店のものじゃなくて、えー、自分が着てて、えー、サイズが変わったりして着てないものとかね、そういったものをちょっと並べようかなと思いますので、おはい。はい。竹澤るさんはどうなの ?3 月20日は行けそうですかなんか、行けると思います。なんかその会社、仕事先のちょっとこう、予定がね、入ってないといいけどね。この2週前にちょっと学会があったんで、ちょうど良かったです。大丈夫か よかったね。全然、ちょっと、けん、はい、すも、だから何か出品するものとかあったら。はい。うん。なんか探してみます。あ,あ,るあるじゃん、あるじゃん。何ですかドラッグスター。<laughs> 大型の資金に。ドラッグスターそこか置いとけばいいじゃん。1000円出店に払って、バイク一個ドーンと。おうおうおう いやいや、絶対ま、れますか、ね何、何か起こるかもしれんぞ。入り口にドーンとさ、フォーセールで貼って、ちょっと自分でこれで売れたら嬉しいっていう値段つけといて、それを機にね、うわ、乗りたいって言って、出てくるかもしれないよ。でね、その、これからの大型のバイクのね、資金にすればいいしね。一気にパパさんが近づいていきますね,ね。うんうん。 いや明日卒検なんです。ちょっともう一気に。明日卒検ですかはい。緊張するね。いや、今日最後の教習だったんですけど。うんうん。どうだった手応えは。あの、コースを間違えて。ああ、あるよね。覚えるんじゃなくて、ちょっと先生に心配されたんですけど。ああ、明日大丈夫かみたいな。はい。コースで3パターンぐらいあるんでしょ ?A、B、C みたいな。そう,なそうですか。はい。 うんで本番で、はい、今日は A だよとか B だよって言われるんだよね。そうです、そうです。明日間違いないようにしないとな、と思って。その、なんかさ、間違えないかなって思えば思うほど頭が真っ白になる時あるじゃん、うん、なんかね。ごっちゃごっちゃになるんですよね、うん、あれ。えっと、踏切渡って右だっけ <laughs> えーっと、とかなるもんね。<laughs> もう運転技術関係ないですもんね、それ、ね、そうだよね。だから、うん、コース間違いは減点対象じゃないでしょ、あれ確か。な、って言われました。だからそこで冷静に落ち着いて、 多分そのちゃんと運転すれば。ね、後方確認とかして、また走り始めればいいんだよね、うん、あれはね。うん。と思います。うん。まあ、ほんね、分かってれば、先生もそんな、なんか、負けてくれるじゃないけど、ちゃんとそこで一回、ね、うん、危険確認をして、ちゃんと左右た、ね、うん、確認して、あの、走ってるってなれば、意外とそこはなんか、見、見逃すじゃないけどね、分かってくれるもんね、うん、先生たちもね。 ちょっと多めに見てくれると思いますけどねうん、うん。そうそう。だから本当に大事なところをね、間違えないようにしながらね、絶対止まらなきゃいけないところとかね。はい。はい、しっかり止まって。実際、あのー、まあ、試験は明日だけど、その大型免許取りに行ってやっぱ楽しかったでしょ、はい、大型の。楽しかったですね。ね教師、学校が楽しいですもんね。なんか新しいことにチャレンジしてるああ、そういうことか。やっぱり成長するとか、うん、こう、どんどん上手くなるとか。 なんから超大型バイクの免許とかないかなと思う待って、そのなんか。もう、もう、学校が楽しすぎるやつだな、それね。はい、もう、イケイじゃんなく、船舶免許とか、なんかその、なんか、<laughs> いいあの、なんだっけ、あの、フォークリフトとか <laughs>。小型船舶いいですね、うん。なんか、資格ゲッターになっちゃいそうだね、そうです <laughs> えー、そんなに楽しかったんだ、学校が。へ<ー>、えー、なんか、友達とかできたん いや、友達はできてないです、ね。ちょっと奥さんに言いにくいような、なんか実は女の子とその、でこ、こう、終わった後にお茶しに行ってたとか。いや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 もう一人でずっと、あの、テラバラしてハーレに乗れるんで。あ、ハーレで練習ができるのはい。生まれて初めてハーレに乗って、あの、鼓動感を実際に体験してみましたけど。はいはい。やっぱり、あそっパパさん乗ってきたんで、やっぱりこれいいなと思って。<laughs> えー、鼓動感を感じて、朝を走れたら、なん、ね、て楽しいだろう。 楽しいやろね。いやーバイ、バイクネタでそう、本当なんかいい感じに俺に思い出させてくれてるんだけど、俺、はい、この今年1月1日かなえっ、ー、と、はい、ばあちゃんちにね、顔を出したんだよね、自分の実家の。はい、同じ、まあ、熊本市内なんだけど。はい、で、嫁。はい 挿入されていません。<laughs> ETC カード挿入されてない<あ>大丈夫 <laughs> あたしあ, <laughs> あの、すばあちゃんちに、えー、っとね、俺の嫁さんと子供が先に車で行って、俺はバイクでじゃあ追いかけるわ、つって。<あ>やっぱ冬,、えー、冬の間バイクがエンジンかけれてなかったから、2ヶ月ぐらい乗ってなかったのよ。はい、だから、<あ>もうこれはいかんと思って、えー、エンジンがもうそろそろバッテリーが上がるぞと思って。 うん、で俺バイクで行くからあのあのついていくわっつって俺下に降りてバイクを出してね、まあはい、エンジンかけたわけですよそしたらやっぱ、はい、ス,ンス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 ンってなって、うん、エンジンが初めてだったバッテリー上げちゃったのはもうそろそろ上がるかなと思ってたらもうまさかのその時上がってしまって。 <で>えー、いつもお世話になってるラチェットさんに電話して、その夜にあの車でレッカーに来てもらって <laughs> <laughs>、はい、もうすぐ行きますよって言ってくれてね、ラチェットさんが。えーはい、で、そこからもうね、オイル交換したり、バッテリーのね、電,電気の補充充電とかもしてもらって、うん、もう綺麗に復活したんだけど、うん、もうね、うん、やっぱ週に1回はちゃんと乗ってあげなきゃなって、改めて思いましたす本,当本当に定期的に乗,乗らないと、ね。そうだよね 冬の間は特にね、はうん、特にね。うーん。ちゃいますよね。それこそもう大型取り終えたらさ、もうずっとジュモティーだの、うん、なんかわかんないけどさ、バイクのグーもう検索しまくりでしょ、<や>まあ、毎日し。しまくると思いますよ。ねえ。どっかに俺のパパさんはねえか、うん、俺のパパさんとの出会いはどこだってね。<laughs> <laughs> でも、地元いいばかしはもう今度はなしにしようかな、ね、<あ>と思ってます。すごい、いいね。やっぱ、その前回のことを踏まえて。はい、ちょっと疑惑も出てたところだったんで、ちょっと怖いな東疑惑はね。<laughs> やっぱ結局は安く買っても、その後の追い線がね、結構するよっていうのがね。結局しちゃったしね、うん。やっぱりそれ考えるとね、あの、安心なお店でちゃんとメンテしてもらったのを適正な値段で買った方がいいからね。うんうんあ うん本当ね、ラチェットさんでね、で<も>いいのが回ってくるといいね。うん、この前もだから80、パパ80万でね、いいパパさんがあったって言ってたもんね。ん俺が行った時もね。かっこいいやつがあってうん。ちょうど出ちゃったんですよ、つってたもんね。うん、だからそればっかりはタイミングだしね、ちょこちょこ声かけ続けるしかないと思うからね。あそこにやっぱですね、パパさん。 周囲に来るし、いっぱい集まってくるでしょうから、うんうん、繋がりができたら。うん、そうそう。なんか、ふとしたタイミングでと思いますけど。まあ、本当ね、考え方として、パパさんからステップアップしていく人もいっぱいいると思うんで、うん、あの、うん、パパさんからね、次の大型を狙ってて、誰かこのパパさんね、うん、あの、下取りっていうか、引き取ってくれないかなっていう人は、多分いっぱいいると思うんだよね、うん、タイミングが合えばね。絶対いると思いますよね。うん。だから、ラチェットのオーナーにも、にそのメッセージを伝えておいてさ、ね、うん、うん あの、うん、そういえば、とやったらね、竹沢留スにぽっと声がかかるかもしれないしね。うん。うん、しかも、ラチェットさんに集まる人だから、みんな多分いい人たちが多いでしょうから。そう,そうそうそう。うん、もう人柄もいいし、うん、その、ラチェットさんの安心の免定がね、入ってると思えば、うんうん、もうそこで、安心です。10万、20万高くても、俺、ラチェットさんで買いたいもんね。うん、うん。まあまあ、そんなね、出会いも期待しながら、じゃあ、ちょっと、パパさんを待ちましょうかね。はい はい、誰かいるかもしれないよ。耳寄りを聞いてる人で。ちょっと俺のパパさんい、ん譲、ね、ろうかみたいな人もね。うん、あの、もしいたらさ、<ひ>どこでもいいから取りに行くってする <laughs> <laughs> ちょっとこれ、でもラチェットさんの話と全然また矛盾のネタになっちゃうんだけど、あの、はい、日本中どこでもいいんだよ。パパさん取りに行きます。ますみたいな取りに買うの前提で。そう,そうそうそう。もうどこだろうと行きますんで、みたいなね。<laughs> だから、片道は新幹線が何かで、飛行機かなんかで移動して、で、その片道さんに乗って帰ってくるみたいなね。<う>リアルに東北とか。そうそう、そういえばさ、<laughs> うん、この前なんか、滝沢市なんか、青春18ップで旅をしたらしいじゃないなんか、カズキャンプから情報が入ってきたんだけど、なんか、生まれて初めてあれを買って。うんうん、切符を買って。はい。佐世保まで行ってきました。佐世保まで旅してきたの旅してきましたね。<な>5時間ぐらいかけて。<laughs> <え>何をしに行ってきたんですか佐世保まで。あ、友達がちょうどいたんで。ん休みをもらって友達にと飲みに行ってきましたね。そのお友達っていうのはもちろん男の人だよね。なんかなんか、<laughs> 遊んでる疑惑ちょっとあんまり出さないでもらっていいもちろん男の人だよね。もち,もちろん男の人ですだよね。はい、うんうんいやいやいや。はい、安心しましたけど。そうか。佐世保に友達の会いに行ってきたんだ。あ、そうですそうです。佐世保バーガーもじゃあいただいて。 はい。ログキットを食べてきましたまたベタなとこ行ってきたね。<laughs> もう、前、まあ、言わなかったあの、佐世保の一番美味しいところは、かやだよって。はい、かや。かやうん。これラジオで行ったことないんだっけな,なっもう、佐世保バーガーはかやが一応しよう。えま、ー、あ、味<今>が落ちたより変わってなければいいけど、もう絶対かやだと思うよね。よう,うん。うん。かやはうまいっすよ。 かやのスペシャルってやつがうまいですね。うん。厚切<の>りポテトがもうね、本当にね、もうあそこでしか食べれないぐらいのなんか、もうなんか、ほくほくザクザクみたいなポテトで。ええー。いや、まあ、まぁ、えっとね、なんかねイ、イオンがあるマックスバリューかなんかの横のね、道沿いにあるんだよね、なんかね。えー、もう本当行けないけど、<laughs> もう何か見ながらじゃないと。うん よ嫁さん、大学が佐世保だったからね、そ、そこで、あえー、あの結構そこの地元の情報を詳しくて。あ、じゃあ、地元の人が知る人と。まあ、いや、知る人ってほどじゃなくて、もっと結構もうメジャーなんだけど、地元の人も、その、有名どころよりも、あ、私、かやが好きなんですよね、みたいな感じで。えー、うちにね、来てくれた佐世保のお客さんも、あ、かやは好きですって、ちゃんと言ってたもんね。 それぐらい、うん。うん嫁さんのなんか、にわか、にわかとか、エセイ情報じゃなくて。うん。うんいやいや。まあ、そう、そう他にはなんかいい思い出は佐世保で。佐世保、あとは古着屋巡りをしてきましたね。おー、佐世保でも古着屋を。うん。どんな感じでしたか佐世保の古着屋は。いつもの行きつけのお店がなんか店長さんが体調崩されてるみたいで開いなかった。あららららあそうなんだ。ってか、 竹沢さんは佐世保に行きつける店があったよね。あ、そうです、そうです。えー、佐世保に行ったら絶対行くっていう。そうなんだ。ルーシーという古着や<あ>いや、名前出していいのかなルー,ールーシーさんね。うんうん。なんか安くてすごいいいお店なんでしょ、はいいです。なんかね、ボリュームがすげえって聞いたもんね。なんか。すげえです。なんかスウェットとかが全部なんか崩れてくるぐらい積んであるとか言ってて。うん、積んでる。もう 物量と、もう中のお店の雰囲気と。はいはい。その歴 NBA 系の T シャツとかもいっぱいあったりしてお。お休みされてるの今。なんかその。みたいです。へぇ、えー、そうなんだ。残念だ。ま、またもうすぐ復活されるみたいなの見たんで、<ー>またちょっと次行ったらぜひ行きたいなと体。体調次第って感じなんだろうね。<も>はい。へぇ、えー、そっかそっか。じゃあそこ以外のところに行ってきたんだ。<laughs> それそうです。 えー、なんか建物の中に何店舗か古着屋さんが入ってる施設みたいなのがあって。えぇ、ー、佐世保にそんなところがはい。なんか昔の古民家っていうかなんかすごい古い建物の中に5店舗ぐらいちっちゃい古着屋さんが入ってたりしてるみたいで。へぇ、うんえー、おしゃれ。おしゃれでしたね。さすが佐世保って感じでした。えぇ、ー、やっぱね、軍があるしね、米軍基地があるしね、はい、なんかそういう空気があるもんね。 <laughs> なんかあの、海沿いのさ、なんか造船の、こう、左に見えてくるあの景色、やっぱちょっと日本っぽくないもんね、なんかね。<laughs> ないですね。あれ見ると佐世保に来たな、という感じがやっぱり来てますね。はい <laughs> <ファ>。ああなぜかミリタリー屋さんはないですよね、佐世保って。あ、そうなのなんかさ、なんか探したんですけど、こう、軍から、軍払い下げ店とかあってもいいんじゃないかな、ってことですけど、佐世保意外となくて。 ちょっとそれが寂しいなと思いましたけど。竹沢さんがいつも行くとこだもんね。あ、<laughs> 軍払い下げ、ね。あの、今日さ、あの、展開成人会のプレゼントで、あの、はい、お芋のやつさんにあの、芋っていう T シャツプレゼントしたんだけど、<laughs> あ,あれどこでゲットしたんだっけ あれはネットです。<laughs> ネットでわざわざお芋屋さんのために買ったんだ。チし、はい。<laughs> しはい、あ、そういうことなだ。なんかいいものが思いつかなくて、<や>はい、こんなのどこに売ってるんだろうと思いながらさ。<laughs> いやいや、ちょっとね、楽しみですね。え、ちなみにあの、せ、天外地星人会のあの、景品はいはい。梱包動画は いや、それはね、ちょっと今考えてるタイミングをね、ちょっと今品物もす、うん、あの、ちょっと準備中なので、うん、ちょっとね。ぜひどんなのが入ってるか、うん。今月中にはね、青さんの元にね、送らなきゃと思ってますので、はい。うん、ちょっとそれもね、楽しみにお待ちいただければと思います。そのね、はい、梱包動画とかもね、ちゃんと撮りますので、いではい。はい楽しみにしておいてください。はい。それではね、今日はちょっと私も病み上がりということでね、この辺にしておきましょうかね。 はい、はい、無事にね最後まで電話が途切れずによかったねあよかったですね<え>なんとか成り,成り立つもんですね <laughs> これが成り立つなら毎回ここに来なくていいってことになるけどね <laughs> コロナのリモート会議 <laughs> そうだねコロナ終わってからこれが始まるというね <laughs>、うん、コロナ中散々やってたくせにね <laughs> ねえ まあ、でちょっとね、耳よりデジタルかということでね、はい、<laughs> デジタルってことはデジタルじゃない、なんかアナログっちゃアナログ、だってスピーカーから流しながらその声をマイクで拾ってるからね、これね、<laughs> 超アナログな感じですけどね、なんとか無事にお届けできてよかったと思います。はい、はい、それでは今日はここまでにいたしましょう、えー。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。さようなら。さようなら。